い、どうも、シャーロックです。本日は、ちょっと風が強いけども、P280 の、ちょっと、問題点を、改善っていうか、してみようと思います。それでは、行ってみましょう。はい、今回のお題は、こちら。これ、悩んでる人いない？ジャック差し込むとわかるんだけど、これ、普通のオーディオジャックね。これを差してみると、めっちゃ硬いのね。うまく映るかな？ちょっと映んないか。はい、こんで映るかな？ジャックを差し込むとね、なんて言うんだろう。なんかもっさり入っていく感じ？なんかぐっと無理やり押し込んでるような感じがちょっとあるよね。普通のジャックだったら、映るかな？こうやってね、なんか、パチンって入る感じ？うまく表現できてるかな？なんかこう、パチンって入るような感じがあるよね。こうやってね。それに対して、P280 のジャックは、なんか変なもっさりとした感じだったの。で、今日はこれを解決するために、スピーカーをちょっと買ってみました。それが、はい、こちら。クリエイティブ？でいいのかな？クリエイティブっていうメーカーの、なんかギガワークスの T40 シリーズってやつかな？はい、ちょっとこちらをね、のイヤホンジャックどこにあるんだろう？ちょっとそちらを期待して、こちら、購入してみました。それじゃあ早速中を出してみましょう。さて、そんじゃね、早速中を出していきましょう。まずなんか説明書が入ってるね。一応日本語にも対応してるみたい。中国のメーカー？まあどこなんだろう、わかんないけど。まあとりあえず出していきましょう。まずこれが付属品の箱かな。開けてみると、あ、これ、オーディオ機器のライン入力に対応してるみたいね。こういう付属のジャック、変換ジャックが入ってるね。映るかな？で、あとは、これがネジ。台座を止めるネジかな？そしてこれが、まあ、オーディオケーブルだね、つなぐ。そしてこれが、まあ、袋に入ってるけど、台座かな？この辺で映る？そしてこっちが、電源アダプターだね。付属品はこんなところかな。ちょっと風で飛びそうだけど、なんとか気をつけていこう。そしてよっと、はい、プチプチに入ってるけど、これが本体だね。さあ、ビニールをから出すと、おー、なかなかいい感じじゃない？わかるかな？ここにイヤホンジャックがあって、オークスイン、まあ外部からなんか差し込める、音を取り込める端子がフロントにあるね。裏を見るとこれが通常のライン入力かな。で、こっちがもう一つの、もう片方のスピーカーにつなぐジャックかな。そしてこれが電源のアダプタージャックになるのかな。そんな感じかな。はい、これが反対側だけど、反対側にケーブルでこのジャックがついてるということは、やっぱりさっきのここのジャックはね、反対側のもう一つとつなぐ端子になるみたいね。んー、じゃあね、早速、まず設置してみよっか。じゃあね、付属のネジで止めていきます。もう片方もね。まあ、こっちを飛ばすかな。よっしゃ。じゃあ、あとは、配線をつなげていこっか。これじゃねえや。よいしょ。裏から回して、この金色と繋ぐんだね。スポッと刺さるね。そして、
オーディオのラインケーブルを本体とつなぐ。こんな感じかな。まあ映ってないけどね。あとは電源か。はい、今回電源を用意するためにこの諏訪沖の、またいずれやろうと思うけど、諏訪沖のポータブル電源を用意しました。これで電力を確保します。よっしゃ、じゃあとりあえず繋いでみました。音が出るのか確かめてみましょう。ダメか。はい、ここで問題発生。電源がね、ちょっとパワー足りなくってね、電源入らないから、パソコンも電源入らないから、ちょっと電気食いすぎだね。今回のおっちゃんの目的は、イヤホンジャックがね、カチって刺さればいい状態にすればいいだけだから、ちょっとそっちを確かめてみようか。音は多分問題ないと思います。はい、それじゃあ差し込んでみましょう。あ、いい感じで入るね。P280 のような、あの PC ケースのような、もさっとした入る感じはないね。あの普通の日本でよく売られてるイヤホンジャックみたいに、カチッて入るね。オークスインはどうだろう。あ、これも問題ないね。はい、これで解決かな。じゃあ、あとはね、操作方法なんだけど、まあ、ベース、トレブルとあって、まあ、重低音が響かせたかったら、ちょっとこう、立ち上げてやったりとかね。もうちょっとキンキンがいいなと思ったら、トレブルを立ち上げてやるとか、そのぐらいかな。あとはね、ボリュームと電源スイッチが一緒になってます。ボリュームを上げる、なんていうの?ボリュームを上げると同時に電源がオンになるね。で、もちろんボリュームを下げて最後ゼロにすれば、カチッて音聞こえるかな?カチッって音がして電源が切れるって感じかな。はい、そんなところかな。はい、以上、クリエイティブのスピーカー T40 シリーズ見ていただきましたけど、いかがでしたでしょうか。あとはね、ここちょっと穴開いてるから、多分重低音の出る穴かな。多分そんな感じだと思うけど、何にも保護がないから、なんか、一枚ペラッと布をね、乗せてあげると、ホコリ対策になるかな。そんなところかな。はい、本当はちょっと音出してみたかったけどね、しょうがないね。じゃあこれで終わります。それではまた別の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。